ドナウ運河から緊急で動画を回しております。ここはですね、美しき青きドナウ、ドナウ川から少しそれたね、ドナウ運河という、川でですね、全く美しき青きコンディションではないということで、厳しいってマジで危機感持った方がいいよ、ドナウ運河ということでですね、このドナウ運河から緊急で動画を回しているのは、私が尊敬するあの成人したネアンデルタール人、こと杉永和樹選手が、ジュラシックカップでね、低身長だという煽りを受けたということで大変な状況になっているという情報を得ましたので、私なりに考察してみたいと思います。まあね、もうこの状況についてはさまざまな動画が出ているので、私なりの視点でね解説したいと思いますが、杉中選手の、直接の言葉ということでね、動画を拝見しました。そこでね、なんであそこで緊急で動画を回しておりますと言わないんだということでね、これはね、まず YouTuber として自覚が足りないと、厳しいってというふうに私は思いました。あそこはチャンスですよ、緊急で動画を回すチャンス、ぜひね次からは生かしていただきたいと思います。で、その低身長の煽りをしたというね、エイト選手、私、面識ありませんけれども、大会で見た時はね、素晴らしい体だな、とかっこいいなと思って、見ておりました。それだけにね、残念だなというふうに思います。もうここは反省して、しっかり謝罪をして次に進むのがいいんじゃないかなと私は、思っております。で、このね、低身長煽りのことはもうね、いろんな、方がねコメント出していると思うので、私なりに考えるとね、杉中選手の対応は、完璧だった、優しい、やっぱりね、強いオス個体としての品格、優しさがね感じられて素晴らしかったなというふうに思います。男オスをあげたというふうに思います。しかしながらね、杉中選手、少し私が心配なのは、もう日本選手権の前からね、ちょっと元気がないなというふうに思ったんですよ。この動画でもね、淡々とご自身の心境を話されていて、素晴らしいと思う一方ね、私が最初に見た2022年の日本ジュニアボディービル選手権、その時はね、日体大卒業生の佐藤祐介君がね、170センチ超級で優勝して、170センチ以下70キロ超級で優勝したのが杉中選手でね、その時はね、もう杉中選手に全員捕食されるぞという恐怖感をね、会場でみんなが抱いていたと思います。それぐらいインパクト、圧力を感じました。あの時のね、勢いが、今年の日本選手権前のね動画からも伝わってこなかったですし、日本選手権のステージング、ジュラシックカップのステージングでもね、伝わってこなかったんですよね。もうこれはね、ネアンデルタール人がホモサピエンスに絶滅される、淘汰される予兆なんじゃないかなと思ってしまいました。こんな悲しいことはない。2022年日本ジュニアボディービル選手権、あの時あの場にいたホモサピエンス全員震え上がっていたんですよ。そしてみんなファンになったんですよ。あの時の成人した直後のネアンデルタール人にまた戻ってほしい。勢いがね、全開で、もう全てを捕食対象にしているような、あの杉中選手にまた戻ってほしいというふうに思いました。今回ね、この低身長の煽りで、元気がなくなっているということではなくて、もう日本選手権前からね、コンディションが上がらずに、そういう状況になっているんだと思いますけれども、いずれにしてもね、元気じゃない杉中選手は見たくないです。もうね、日本ジュニアのステージに上がってきた時のあの負けん気の強さの顔で、もともと柔道家って情報も聞いてましたから、相当激しい稽古をする選手だったんじゃないかなと思いますし、それがね、トレーニングにも現れて、師匠の木澤さんのトレーニングをね、模倣できる、稀な選手だったと私は思うんですよ。だからあの筋量を搭載できたというふうに思うんですよね。そのね、闘争本能をぜひまた取り戻していただいてですね、力強いネアンデルタール人はまだ生きているんだと、ホモサピエンスに絶滅させられるわけにいかないんだという矜持をね、
ぜひ見せていただきたいと思います。師匠の、恐竜は、自分で捕食し尽くしてですね、餌を失って絶滅していきました。弟子の、ネアンデルタール人杉中和樹選手はですね、ガンガンねホモサピエンスを捕食して、これからもね、熱いステージングを見せてほしいなというふうに思います。まあ、ということでですね、低身長の問題はあんまり触れなかったんですけど、本当ね、まあ、前の動画でも言ったんですけど、元気のない、杉中選手、まあ、杉中選手だけじゃなくてね、ボディービルをやってて元気がなくなっていく人見たくないという思いでね、緊急で、このドナウ運河から美しき青きはずの、ドナウ川の支流ドナウ運河から緊急で動画をお届けしました。皆さん今日も元気よく、筋トレボディービルやっていただければと思います。ということでトレーニングいってらっしゃい。私が創業したジムガレージではトレーニングマシン販売、ピラティスマシン販売、そしてジム出店トータルサポートをしております。詳しくは QR コードを見てトレーニングいってらっしゃい。私の長年の研究の結晶であるこのバズーカホエイペプチド、研究開発を重ねてさらに進化いたしました。すべての味で天然甘味料 100% になりました。そしてこの柄の長いスプーンで取りやすいようにしました。スポーツサプリメントでは初となるグラスフェッド低分子ホエイペプチド、そして筋合成のスイッチを押すロイシンなど筋肉にいいものしか入っておりません。さらにアンチドーピング認証ももちろんクリアしております。最強かつ安心安全なこのサプリメントでホモサピエンスからボディービルダーへと進化してください。そして携帯できる最強 PFC バー6パックプロテインバー、そこに完全栄養食も加わりました。さらにはマシン、書籍など筋肉にいいことを皆さんにご提供させていただいております。ぜひチェックしてみてください。